いやー、今日もいい天気ですね。まあ、曇ってるけど。6月はですね、本当に今週、来週ってね、結構ね、予定が埋まってるわけなんですよ。珍しい話で。めっちゃ硬くなったな。小学校の頃めっちゃ体柔らかかったんやけど。今日はですね、千葉県の方まで行ってですね、冷蔵庫とか食器棚とか他にもいろんなものがあるんですけど、それを先月ぐらいに、なんか床をね、張り替えると、フローリング張り替えるっていう内装作業するから、一旦外に出してって言って、外に出したんですけど、床の工事が終わったからまた中に入れてっていうのと、またいろんなものをですね、どんどん移動させてっていう仕事になります。ストレッチは大事ですね、あんまり最近太ってきたんで。さあ、今日も一日仕事頑張っていきましょうか。今のね、仕事の状況なんですけども、いろんなね、大家さんにね、直接営業をね、どんどんやっていきたいなと思ってるわけなんですよ。そのためにはですね、不動産会社がよく使っているね、登記情報サービスというのがあるんですけど、まあ、それ登録したら、会社の登記が全部出てくるっていう。持ち主が誰になって、その後誰になってみたいな、いうのが全部出てくるところがあるんですけど、法人で登録したんですけどね、ついこの前電話したら、ちょっと使えるようになるまで1ヶ月ぐらいかかると言われて、まだちょっと待たないといけないんですよ、ほんまに。なかなかすぐにはね、できないですよ、ほんま。早くあれ使いたいなぁ。よし。よし。さあ、仕事。はい、おはようございます。今日はですね、千葉県の方まで行くわけですけども、そこでですね、先月も一回やったんですけど、リフォームをするっていうことで、先月はね、冷蔵庫とか食器棚とかでかい棚を外に出したわけなんですよ。出したね、大型の家具とか家電とかを部屋の中に戻すっていうのをやりに行きます。じゃあ、行こうと思います。ここや。こんにちは。あ、どうも、すいません。こんにちは。ちょっとまだ、はい、わかりました。こういうのでなんかいつも動画撮ってるんですけど、はい、ちょこちょこ撮らせてもらいます。これこれこれついてない。あのついてない。はい、どうしました。ついてないのはどうかね。うん。その通り。じゃあ次は大きい方の。はい、OK です。それはあこちらの方ですか。はい、聞こえます。これ全部ですか？どこまで、どれ残す、どれとか。全部あげなきゃいけないことはあげなきゃいけなくて。はいはいはい。お願いしたらどう？あ、そうですか。わかりました。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。ゴーグル撮れました？撮れたと思います。いいですか？すみません、恥ずかしい。とんでもない道でしたって言ってください。いや後で領収書をファイルで送ってください。わかりました。はい、お願いします。はい、すみません。すみません。これはい6万円あると思うんですが、はい、またお願いします。お願いします。ありがとうございます。当初の方の倉庫にもちょっといろいろあるんですが、あ、はいはいはい、またお願いします。あ、もちろんです、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。任せてください。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。外に出した家具とかね、家電とか中に戻すっていう作業が終わりました。ね、二人でやってね、作業自体は1時間ぐらいで終わったらなって感じです。それで今日はこの6万円というお金をいただきました。ということで、家帰ろうと思います。お疲れ様でした。ヤシロミオ TV おもろいな、ほんまに。たまるわ。今日もいつも通りのご飯作っていきましょうかね。よっしゃ、オリーブオイル、いいね、もこみちみたいなの作ったらーっと。よっしゃ、いやー今日もうまそうやね。よっしゃ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 、でかっ。おっしゃ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 、お疲れ様です。いつも通りのね、納豆ご飯と、野菜炒め、今日は味噌も入れたんでね、味噌味になってると思うんですけどね、それを食っていきます。まあ、ついに6月になってしまったわけなんですけど、なんかね、6月はですね、非常に仕事のご予約をね、まだね、6月入ったばっかりなんですけど、この6月のね、ご予約というのもですね、今週来週とね、もうトントン拍子で埋めさせていただいてですね、今週来週はほとんど休みがないような、あっちこっちね行くような毎日になると思います。エアコン清掃というのがですね、今になって急に増えてきたなっていう感じですね。なんか5月ぐらいからね、なんか一気に増えるんかなと思ってたんですけど、まあ5月は全くなくて、うわ、どうしようかなと思ってたんですけど、1ヶ月ぐらい遅れて僕のところにもエアコン清掃の仕事がいろんな方々からご連絡をいただけるようになりました。ありがとうございます。それと同時に草刈りの案件ですよね。草刈りの案件というのもですね、今月にあってからやはり増えてきました。やっぱそういう時期なんでしょうかね。6月は非常に忙しくなりそうですけど、でも本当これはね、今まで今年に入って1月、2月、3月、4月、それまでは本当に暇な時間がすごく多かったんでね、そういうのを乗り越えて、今の僕にとってはですね、本当に忙しいのは嬉しいにつながることなんでね、お仕事のご依頼はね、今でもじゃんじゃんお待ちしておりますんで、何でも言ってください。それと同時にですね、前の決算発表の動画でも言ったと思うんですけど、うまい、あっ、うまい。この一つ前の動画の決算発表でも言ったと思うんですけど、不動産管理会社をね、ちょっと目指したいっていうのがあるんですけど、まあそれに対してですね、実際今不動産会社としてね、なんか働いてらっしゃる方々から、まあいろんな意見もいただいたわけなんですけども、宅建とかの資格が必要であったりとか、ここまでね、大それたものにはね、多分僕は慣れないと思いますんで、そこまでは目指していないわけなんですよ。まあどういうのを目指しているかっていうのはね、まあ口で説明するのもちょっと難しいところもあるんで、今のところは。まあ実践して実際作り上げてですね、まあこういうのを目指していたんやっていうのをですね、まあ後々、まあこの動画でちょっとずつ実態を見せていけれたらなと思っておりますんで、これからね、どういう風にね、僕の会社が変化していくのかっていうのを、見ていただければと思います。まあしかしですね、僕の会社、株式会社シェアダリアという会社はですね、会社のね、柱となっている仕事はですね、一番太いど真ん中の幹になる部分はですね、やはり便利屋業なんですよ。この便利屋業というのが一番の中心です。そこからですね、便利屋の仕事っていうのはですね、不動産会社からもらうっていうパターンもすごく多いんで、じゃあそこの親和性はあるんやなっていうとこ、便利屋の仕事のために不動産管理会社になりたいと、そういう風なね、流れになっております。まあ伝わってるかどうかわからないですけど、その辺はこれからの僕の動画を見ていっていただければわかるかなと思うんで、これからも乞うご期待ということで。ということで、今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっていってください。それでは、お疲れ様でした。